飲み会で酔ったふりして好きな女の子のレモンハイ飲んじゃった。怖いの待ってた。実家破産申告してたのこと知かされたけど原因僕のスマホの使用用。部活の引退式ハブられたってこいつ何も悪くない、ただお前が悲しいだけ。じゃあそろそろ年末だからあれやりますか、今年の失敗についてみんなが話すっていう、年末企画、お前らの懺悔を聞くっていう、ガチ犯罪の話以外だったらコメントしていいぞ。なんかあるかな俺の失敗、私の失敗ってなんかあったかな、まあ中中かな、やっぱり中かな。まあけどあれ中中したいわね、確かに失敗だったとは思ったけど、ん？パパ活は犯罪ですか？わらわら、なるほどね。第1回のチケットが買えなくて会場の前で転売してるやつから3万円ぐらいで買って入ろうとしたら入れてもらえなかった。こいつちょっと待って、わらわら会場前晩ちゃんと対策されててくさ、わらわら、お前さ最低だよお前、ナイスだよ犯罪案、飛ばしすぎ、わらわら、ガチ懺悔、なんか入り口で転売チケットは使えませんって言われた。なんかってなんだよお前、なんか自分は何も悪いことしてませんみたいな、なんかまるで不満ですみたいな感じでなんかってつけてるけど、お前が悪いんだよ。わら、ちゃんと対策されてたんだな、すごい。その時の話題をなんかじゃない、ちゃんとなんだよ。わらわら、しょっぱなこれか。ちゃんと対策されてんだな。わら、しっかり対策されてたな。いいね。終わってる、じゃあ3万円出して紙切れ買って帰ったってこと、涙垂らし流しながら、きつすぎないそれ。ね、あれどうやってやんだろうな、どうやって対策してんだろうね、実際写真とかなのかな、けどハイゲね、実際招待枠全くなかったんだよね、全くは言い過ぎだけど多分ほぼなかったんだと思う、俺らは案内されなかった、少なくとも統一家と三宅と時刻の番号がある。へえ、そうなんだ。本名とか、いやマジで全然枠なかったらしい。よかったよ、お前の3万円なんか浮かばれないなと思ったけど、ちゃんとお前のエピソードトークとして終わってよかったよ。隣で同じように転売チケット買って入れないギャルっぽいのもいたぞ、手に河川さんのうちやんみたいなの持ってた。わらわら、やめとけ、わら、かってん、正直だな、終わる、わらわら、わらわら、わらわら、中村さん、わらわら、ダブル、ダブル、関係ない、河川さん関係ねえだろ、名前出すな。わらわら、河川さん、わら、か、線も落としていく、わらわら。名前出すな、笑。こいつはね、このギャルを、なんかこのギャルの名前も出すことによって、なんか自分だけじゃないっていう、なんか、このヘイト管理もしてるところが、またこいつやらしいな、なんか。加瀬さん、名も悪くねえだろ。加瀬さん、関係ねえだろ。何もかもやらしいわ。センセーショナルだな。話題を出すのに、なんかこう、名前とか出してな。やらしい、こいつ。まあ、じゃあ1番手が強すぎて、ちょっと2番手出にくいけどな。なんかありましたら。聞きますよ。これに勝てるか、わらわら。けどさ、実際さ、まあその中中の話戻るけど、中中の話は今年一年失敗かなと思ってたんだけど、意外とあれは失敗じゃなかったんじゃないかっていう。そもそもあんななんかセクハラまがいなことを、まあある種合法的にできるっていうのはあんまないわけじゃないですか。うん、なんか経験としていい経験になったのかもしれない。うん、思いませんかみんな。無礼なこと言い出した。琥珀さん側の意見はどうなんでしょうな。開き直ってる。そう、最低。あれ旨味の方が強かったじゃないか。実はとんでもない気まずい空気を味わうことができるって経験あんまないから、バンジージャンプ飛ぶのと一緒なんじゃないかなって。物産引いてたのが女の子で安心した。おじさんか、物産引くぐらい。来たよ。学年のゴミ女に自分がいる中で元カノバラされたが、元カノがそいつ、イカ役。いや、最後に燃えて消えるのか。つまり男としてゴミだぞ。つまり待てよ、学年ゴミ女に自分がいる中で元カノにバラされたが、元カノがそいつらに言いふらしていたのが原因。こいつはなんか彼氏が彼女がいたことを、なんかこれはね、今ね、悲しい話をしつつ自分は付き合った経験があるっていうことを言ってる。自慢です。これは皆さん許せません。これは自分に元カノがいたってことを言う自慢です。これは自慢か、これ許せません。
何が懺悔だ、お前それ自慢だろ、年末最後のなあみんなな、許せないよな。ミランの民度低すぎて落ち着く。ここから敬礼。自我を出すな開示。自慢はやめましょうね。いや元気も交際仲やんけ、わらわら。飲み会で酔ったふりして好きな女の子のレモンハイ飲んじゃった。決まりやすいな、決まりやすい、決まりやすい、ガチキショだ。いいね、こういうのこういうのこういうの待ってた、キショくていいね。あー飲んじゃったがキショいわ。まるで後悔してるかのような言い方でね、何も後悔してねえくせに飲んじゃったって。ちゃんとキショいのがいいね。のポイント高いね。なあ。ちゃんも見てます。で笑う。ここで懺悔したら 100% 供養されない。ええー、やばお前。なって、アポなし弾丸で帰ったら。うん。母親浮気している現場に遭遇してしまいました。今度からちゃんと報告しかないと。いやいや、お前の審判台だ。え、マジか。きつ。え、どうなってたの、タオカン。それは帰ったらさ、お母さんがそのいたしてたってこと。知らない男の人がいたってこと。女の子ご自愛ください。ご自愛ください。2023においてしないやん。新しいパパだよ。新しいパパだよ、やめてくれ。俺たちにはもうダメです。マジか。年離婚待ったなし。もう帰れないよ。まあけどお父さんがどうかとかによるからね。例えばお父さんが若くに亡くなってて未亡人とかいう可能性もあるから、まあまあ、一方的にそのお父お母さんをちょっと批判するわけにはいかない。俺たちはちゃんと把握してからいかないと。近所の公園で男の人と好きな人としかしないハグ。好きな人としかしないハグって何、別にハグでいいだろ。なんだこの言い方、なんなのこの好きな人としかしないハグって何。どんどんメブメの出てくるな。クリスマスにおとんが45ってのを見てしまった。きっついな。わらわら。がっつりハグってことか。わらわら。バイトのメンバー。こういうあれじゃなくて、こうも独特な表現。こう、くんずほぐれてしてたんだ。かもしれない。ガチめの大好きホールド。童貞ぐさただよってていいぞ。てだ、ハグしながら歩くってどうやって歩いてんだ。こうやって歩いてたから。こうやって、こうやって歩いてた。ごめんなさい。キスしたら子供できると思ってそう。あ、女の子にプレゼントするためにペコーラコラボパーカー買ったけど渡す子いなくて通帳が残金。お前き。そのさ、その特定の誰かにプレゼントする予定じゃないプレゼント用商品を買うのやめろよお前それ。だってさ、お前それ変な感じになるじゃん。だってお前、じゃあ仮にね、女の子渡せる女の子が仮に生まれたとして、この子好きだなってなってさ、それでそのペコーラパーカーを渡したとしてさ、どういう状態って思うやん、その子も。なんでって、これってもう手に入んないパーカーだよねってなるじゃん。うん、なんでそれをプレゼント用にストックしちゃうのって意味わかんないじゃん。もうボルルームだからキャーってなってもらうかなって。ウォーターボルトルームコラボバッグの方が就活中に面接官がうざかったから会社のトイレで台の肩をあえて、いかやく2年近く親のクレカで YouTube プレミアは入ってるけどまだバレてない。こいつも俺だな。まだバレてない。終わってるこいつ。わらわら。バレてないってことで、こいつについ懺悔してないしな。なんなら、うん、失敗もしてないし、ソースは俺懺悔もしないし、ただまだ悪いことしてる最中です。こいつも悲しいな。これ別に、これ今年の失敗談と懺悔を重ねって言ってるのにさ、部活の引退式はぶられたって。こいつ何も悪くない、こいつ何も悪くないし、別に何の失敗でもないね。うん、ただお前が悲しいだけ。ただ悲しいだけの話。わらわら、ここ一生いていいんやで俺らが。そうやだよ、ここでは無視しないから。お前の卒業式はちゃんと俺たちがやるから、おめでとう。卒業おめでとう。うん、お前よくやったよ、3年間よく頑張った。部活も学校もちゃんと毎日通ってよく頑張った。うん、けど荷物来たからここで終わり。おめでとう。ちょっと待ってね、過ぎたことは忘れようぜ。強く生きてこう。やらかして仕事クビになったので今日から無職です。家族にはまだ言ってません。やばすぎる。え、待って、え、今日からってこと。何をお前やらかしたのお前一体やらかしたって。世の中でクビになるって相当ハードだな、日本では。特にアメリカとかだったらそんなポン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 クビ切られるだろうけど。海外勢か。あったあった。客先で何があって揉めちゃいました。扱いとした自治体職でちゃんと圧力かけられて辞めさせられてる。ちゃんと辞めさせられてる。
エンジニアの社会の闇ですこれ完全に社会の闇です。いやーそうなんだよな、しっかり詰められたんだろうな。いやーけどお前よく頑張ったよ、しゃあない。まあ失敗は誰にでもあるし、どんまいどんまい、全然大丈夫よ。お前エンジニアなんだったら、てかむしろエンジニアだったら大丈夫だよな。エンジニアだったらさ、いくらでも転職先あるから、すぐ見つかる。よかったよ。ね。お疲れ様。切り替え行こう。そう。どんまいどんまい。ちょっと待って、とんでもないやつ、とんでもないやつが一人、ちょっと待って、ガチ犯罪者ってやつが、小学校高学年の時に通っていたスイミングスクールで、何回か普段より早めに行って、女子更衣室の前に、前の時間に泳いでる子たちのパンツ嗅ぎました。あ、小学生だけど。ちょっと待って。ちゃんと犯罪やめろ。ギフを一緒いて、わらわら終わってくれ、わらわら犯罪お前、そんなだったの。 こいつよくコメント欄にいるんだけど、お前そんなだったの。こいつうちの配信によくコメントめちゃくちゃしてんだよな。でこいつの過去コメ見たらサブスク小じきしか基本的にしてないわ。だいたいサブスク小じきしかしてないわ。おはよう。ちゃんと終わってた。こいつはおもろい。大きなお人形さんを調子乗って何体か購入したら、転勤で引っ越しが決まったけど引っ越し業者頼めなくて困ってる。大きなお人形っていうのはそのダッチなあれですか？ダッチでラブなやつだよな、多分な。リアルタイプか？リアルタイプのやつあるもんな。ガチドールかも。ガチか。奇世界用のにアニメタイプの20キロぐらいです。どうしよう。オリエント工業のやつって結構高いよね。あおい。あおい。20キロ。ディスコだってお前買ったやつ。でも引っ越し業者そこまで気にしないと思うよ。まあまあけどどうだろう な, な。気にしないっていうか気にしないふりしてるだけで別に思ってはいるじゃん。さすがに。立ち上がるな。絶対休憩中にはやるよ。先輩、今日やばでかい立ち上がったっすねって。俺めっちゃ重かったっすね。20キロっすよ。裏で言われるよ。必ず。絶対ネタにされる。顔に出さないだけでな。俺はね、ちゃんと気持ち悪いわ。じゃないよ、ちゃんと気持ち悪い。犯罪者もいます。気持ち悪いよ。これをいっぱい買ったんだな。買った。確かにこれは可愛いね。可愛い。15万。これ15万とかしてるけど、著作権などもろもろやばい。あのね、名前とかが一切書いてない。そのキャラクターの名前とかも。だからこれそっくりさんで、なんかそのというふうに思う可能性もあるぐらいの感じみたいな。下の商品に2種類のペスを同梱って書いてて困惑。値段的にもうペットじゃん。闇深え。熱だけにそそられる。カルビー16。お前ちゃっただけなんだよね。これがお前の家に複数体あんの？これでいたしとるんか。降りてたか。89ヤバすぎてわろた。89。アーニャ。待って。待って。89アーニャ。これやば。ちょっと待って。105センチ。ダブル A カップ。アーニャ。これはやばいな。これやばいなこれ。こんなん存在すんの。多様性か。お前らダメだぞこれ。ちょっとこれは確かに引っ越しできないな。てかこんなさ、そのサイト落ちた。ロリコンホイホイや。サイト落ちてない。は？こんなには耐えられない。あ、サイト落ちた。サイト落ちた。ちょっと待って。落ちてる。サイト落ちた。お前らわ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 ら。キモすぎる。2000人では嘘サバ何人に何年わらわら。そんないっぱい人来ること想定してないでしょ。一度に元気案件だぞ。一度にそんないっぱい人来る想定してないんだよこんなのは。わら。元気やめなよ。紳士のあれだから、たしなみとしてる存在するサイトだから俺。やめてね。普通にクオリティ高くて感心してみちまった。わらわら。まあけど確かにこれはちょっと引っ越しできないかもです。何やってんだわら。見れるようになったぞ。
剣気は自然とす。剣気軍全軍突撃。これでもすごいな。正直勝ったら抜けちまうし、終わっちまう気がするな。貧弱なサーバーだったな。多分1000くらいで落ちてるんじゃないかな。ついてるアストルフォもあります。わらわら。わらわら。わらわら。あ、そう、レンタカーに乗せて部下里子に出します。早まるな。里子。わらわら。高石捨てる身も捨てれないしな。実家破産申告してたのことし聞かされたけど原因僕のスマホの使用料はは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 はどういうことえ、どういうことえ、どういうことでも中古は怖いな。実家破産申告してたのことし聞かされたけど原因僕のスマホの使用料ってどういうことどういうことだえ、どういうこと意味がわかんないけど笑はクレカの使いすぎで自己破産か。俺 auPay 使うからあれなんだよな。めっちゃ漫画とか読むから毎月 5,6 枚いくんだよな携帯代。俺マジ唯一の趣味っていうとスマホで漫画めっちゃ読むからさ。いやなんか楽なんだよ電話番号認証。ガサ払い高く見えてないで分かる分かる。ネットワーク代スマホ代全部込み。あーじゃあ合算か。合算でもともとかなり零細でギリギリでやってたんだけどこれで一気に終わったってことが。ああ一体いくら使ったんだろうなこいつ。合算で破産っていくら言ったらそうなるんだね。いくらになったんだ。まあにしてもだよな。にしてもだろ。わらわら。まさに毒つぶし。確かに。とどめ刺したのか。それだけは原因じゃないだろうけど、まあ一位になったことだな。携帯止まらないの。いくら使ったんだよ。なあ、さっきのドール買ったやつとペトシリコンで3万円かい？いかやく。下心で味が。落語みたいにするのやめてね。はい。学習してなかった。これは質問掲示板じゃねえぞ。愛に任せと。PP とシリコンで3万円のやつあるけど実際。さっきな。ディスコードに書いてある。タイミングが絶妙に悩む。TP は柔らかいけど、ブリードがすごいですよ。ブリードって何？ちょっとブリードって何？質問したら新しい知らん用語出てきたぞ。匿名だから。うん。あ、それちょっと気になってたんだよな。これやばいな。ダフト。これ本当にやばいね。運転合宿で外国人美女といい感じになってホテルに行こうとしたら相手が大麻所持で捕まりおまわりさんとお話でホテルでお話しました。その後彼女から私はやってないのはめられただけって言ってきましたが、毛髪鑑定で陽性が出たと警察から連絡来たのでブロックしました。冗談抜けて大麻容疑ではめられかけたの。ここは役払いな。そうやな、はめようとしたらはめられちゃったんだな。なんでバレたんだろうね。にしてもどのタイミングで捕まってんだよな。なあねえ、ちょっと合宿ねえ免許合宿だからちょっとハメ外そうとしたのにな。久しぶりにハメを外そうとしてハメようとしたらハメられたというね。うん、そうハメられかけたんだよね。うん、けど最終的にはハメられなかったと。うん、アニメ企画会社のインターンで新作アニメを企画するグループワークをして、うちの班と同じようなアニメが2年前にあって全然売れなかったから、ここがこう悪かったのでこう改善して売りますというプレゼンをしました。そしたら目の前でプレゼンを聞いていたその会社の役員が2年前のアニメのプロデューサーだった。落ちた？ちゃんと。プロデューサーにダメ出し、わらわら。あ、プレゼンターが優勝したんだ。すごい。けど気まずいね。けど気まずいね。うん。あ、そうか、インターンか。落ちるとかないのか、インターンだから。そうか、そうか、そうか、そうか。インターンだから落ちるとかもなんだ。面接じゃないもんね。確かに、確かに。それは、まあ、なんかは失ったけど。まあ、けどそこでその、あれだよね。その部分を、まあまあ、よしよしっていうふうにこう、受け止めてこその大人のあれだからね、プロデューサーがあのアニメ大赤字でしたって話し始めて、めっちゃいい人と、いい人だったんだね。いいね。普通にすごいいいプロデューサーじゃん。なんで名前のプロデューサーなの？冗談冗談。嘘ですからね。言わなくていいですからね。あ、やめたれ。わら。あ、あ、あ。この人最低です。聞くな聞くな。わら。
おいしんぼでしか聞かないぞ、そういうやらかしからのフォロー笑いとならまた確かにわらわら。まあけどどうなんだろうね、たまにねあれなんだよな、あるんだけど俺もねファンの人とかに何々で好きですっていうのを言われるときに微妙に嬉しくない言われ方するときたまにあるんだよな。シージの時のあの炎上で死にましたとかまあ、ありがとうみたいなそっから見るようになってってそっか、まあありがとうねってあーそうそう、いいからとか、そういいから来ましたとか、まあ別にそれは嬉しくないことはないけど、嫌なことはないんだけど、そう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 、マジで本当に一番よくあるやつは、めちゃくちゃ昔見てましたって言われるやつで、あれ一番来ます。うん。そう、過去形かーって。いやまあしょうがない、それはしょうがない、そのやっぱ移り変わりあるから、なんでみんなも例えば2年後3年後は多分俺見てないから、また新しい他の好きなものが見つかってそれを見てそれを応援してるはずだから、この移り変わりは仕方ないんだけど、けどまあちょっとやっぱ恥ずかしいっていうか、なんかちょっとね、うん、恥ずかしいような、なんかね情けないような、そういうもんなんだけど、いやどんなに噛み込んでてもやっぱ飽きちゃうから、いつからが打足さんにそれ言っちゃダメだよ、打足さんに一番言っちゃダメだから、昔何々だったってねえ、打足さんはもうなんかこうねえそういうのも感じちゃうから、そういうところから打足さんなんかもう俺死ぬのかなとか感じちゃうからダメだよ。で俺この打足さんのジジイいじりを飛び越えて、この打足さんそろそろ棺桶いじりをしまくってたらちょっと怒られたお母さんに、ちょっと怒られた、よくないよなって、うん、そうなんだよな、うん、妥当だった、うん、だよなって、うん、あんまりそういうこと言っちゃいけないよって言われた。